久しぶりに見たな、バク。だっこっちかな。それが設置してありますもんね。こっちは八尾市長選挙と市議会議員選挙ね。ほら、行きたい。こっち行ったら良さそうね。自転車の通行もご遠慮くださいになってますね。近いよ。いいお散歩コースじゃないですか。こんなところにポツンとタバコの自販機あんだ。昔はタバコ屋さんだったのかな。そういう名残がないとなかなかあそこのところにタバコの自販機設置できないですからね。さっきの交線橋が多分 JR をまたぐんだと思うんだけどな。合ってるか？地図見間違えてねえだろうな。大丈夫だ。ちょうどね、この川沿いをずっと行くと、そのまま JR の駅の前に出るみたいですね。最高じゃないですか。ね。脇にはツツジが咲き誇り。ツツジのことか。あれ、カツダキ山って確かツツジが有名なんですよね。カツダキ山のロープウェイって結局使ったことないもんな。ああいうところってぼっちで行って大丈夫って感じかな。こういう時にね、そう、観光スポットとかね、ちょっとぼっちで行くとね、ダウンタウンサイドワーって乗るようなところだとね、ちょっとね、気持ちかったりしますからね。よいしょ。次はね、駅前も雰囲気ありますね。ちたまこ。何してんの？パート1。2があるの？卵保育園。保育所みたいな感じかな。もう、こっちも動いてきてるわ。あ、そこの前かな。なるほどな。そっか。どっか行ってもね、今回やばいですからね。あの、商店街の辺りとかね。あ、駐輪場が出てた。24時間結構中。じゃあもう駅近いんだな。さあ。ち、おお、これか。おお。あれ、立派な駅舎だよ。あ、でも近鉄の方のがでかいのかな、感じというと。まあ、少なくとも JR 四日市駅よりは、立派ですね。あれ？
JR 四日市駅より JR 八尾駅の方がすごい立派で、その JR 八尾駅よりも近鉄八尾駅の方が立派な感じがすると、あれ、そうすると JR 四日市駅がどこか、ミスター車分離か、ちょっと取れていいからね、はいはいはい、あ、そっちからそこ行ってるのでそこはそこで、あ、倉庫は駐輪場になってんだ。なるほどな。相当広そうですね。さあ、JR 来た。ああ、そうか。大阪や。こっち側なんやな。お、大阪ですか、レーダーってこっち向きがあるか。右側ということで、ね、で、そこジャンボさん、たこ焼きちゃうんやと思ったら、やっぱたこ焼きやね。ジャンボたこ焼きのところでやってるんですね。あれ、なんか吉本との締結、出生したんかな。昔はね、ジャンボたこ焼きって言ったら、しげじいがドーンと前にね、出てる感じの、新喜劇のね、イメージが強かったですけど、最近はなんか、たこ焼きのキャストメイクになってますもんね。最近ってのはちょっと前からか、3、4年ぐらい前からか。中は、セブンイレブンがあって、緑の券売機もある。よし。で、これで、どこまで買ってくれるかな。天王寺の方でっていう手もあるけど、普通に柏原まで170円。あ、まあ別に、チャージだけかけっか。よし。チャージも完璧じゃん。じゃあ、早速中に入って、柏原駅、あ、50分、柏原駅ちょうどいいのがあるじゃん。これで行こう。はい。ちょっと柏原まで来たらいいですからね。5時50分。よし。じゃあトイレ、トイレ、きれい。八尾駅めっちゃきれいや。やん。宝方面でいいかな。こっちは、天王寺方面で、こっち行ったらあかんよな。そう、奈良方面に行かなあかんはずやね。で、トイレから行ってこう。出たね、こいつ。あ、名前何だったっけな、それ、200ミリか。ノーコメントですね。商品を売りの際は、手すりを持ち、手の上線の内側でしたら、こっち向き、そう、こっち向きなんですよね。エリッサーを取り寄せる大阪って、右側に寄って乗るからなんかな、あ、まだ普通に10分ぐらい時間あった。コンビニ6時から来るのかな、そこにあったところは。カウンターにはお寄せにならないようにお願いします。1番から6番で待ち合いたしです。まあまだ時間もあるし、ちなみに2面2線なんですね。ちょっと広いけど、あ、そうだ、今のうちにさっきのやつ食べとこうか。こんな感じになってんだ。でもラップでちょうど包み紙になってるんで手が汚れないんでいいですね。チョコかな。いただきます。ヤマちゃん、ヤマトちゃん、うん、チョコですね。いや、チョコですけど、カカオ多めなのかな。うん、結構ペーパー、うん、
お茶が飲みたくなるようなこと言ったら、あ、うめえよこれ。うん。うん。あ、キレイな何倍、あ、だからこれ山手線だね。うん。八尾から天王寺の方に行って、え、だからこれに乗って天王寺の方に出て、そこから阿部野から乗るっていう手もあったんですけど、どうせ確定確定になると思うんで、なんかもう道明寺から経由してしまってもいいのかなって感じですね。うん、まあ、うまっ。コッペパンあれですね、冷たくても美味しく食べれるのっていう特性をうまいこと生かしてますよね。ちょっと片手で乱暴して食ったんで、で、ちょっと汚れちゃいましたけど、多分、普通に両手で食えば、ナップでうまいこと使えて、で、汚さずに食えると思います。いや、昨日着とった服で拭いとこ。横着するわ、また。いや、列車が到着するのを待ちましょう。なんでこんなに広いんですかね。めちゃくちゃ、あれ取ってありますよね。あれか、昔は例えばそっち側に駅、あの、つま式の駅があって、こっちに改築したのかな。って思えるぐらい、やっから空いてますよね。JR の、JR 東海の関西線のところ、まあ、同じ関西線の、四日市駅の北側のところにやったらスペースがあるの、あれは昔駅があったっていう話がありますもんね。うん。何だっけ、馬おこし駅だったっけな。うん。柏田駅って珍しいですよね。あんなに、あんなに入ったところ、ホームまるっと作れますもんね。なんかあれ、放射橋の下あたりに駅があった感じがあっても不思議ではないですよね。223系で来て、しかも柏原行きって珍しいですもんね。わーい、朝一ですからね。結構立派だ、五条先生で。じゃあこれで終点の柏原まで行きましょう。よいしょ。